はい、というわけで本日はですね、社内でねメスティンで作るチキンラーメンライスを作ってみました。簡単にできてね、かなり美味しかったんで結構おすすめなメニューです。車でね調理される際には、消火器あと換気の方ねきっちりやって、十分気をつけてください。今回の、動画の中にもちょっとだけね登場しました、こちらオートヒーターファン。これね何かと言いますと、本来は車が窓が凍ってしまった時とかに溶かすためのヒーターになってます。なのでね車のねシガライターで動くものとなってます。まあこれね、ここにハンドルついててこうやってこんな感じで溶かすんですけれども、溶かす他にもある程度であれば車の中温めることも可能です。こちら一番何が特徴かと言いますと、 12V の 120W で動きます。かなりの省電力で温かい空気がここからボワーンと出てくるような感じです。まあね、届いてもねこれぐらいなんですよ。ここから先行くとね、ほとんど風は来ないんですけども、ここのね、前の空気を温めることが可能です。実際ね、やってみたら、車全体がね、温まるということはちょっと難しかったんですけれども、まあそこそこ今日なんかね、暖かいんで、体感はできたかなと思います。寝る前とか朝起きた時に、寝袋の中をね、温めるには十分な効果があると思います。省電力なんでね、このような簡易的なね、ポータブルバッテリーでも、だいたいね、1時間か1時間半ぐらい、使うことができます。最近ねこれもそうなんですけれども、小型のねポータブル電源かなりね安くで買うことができます。まあ省電力のものやと、こちらこの2台もそうなんですけれども、1万円ちょっとで購入することができます。両方とも容量が少ないので、これで動かせるファンヒーターとかはなかなか見つからないんですが、まあその点ね、これは 12V 120W で動きますので便利なんじゃないかなと思います。またね、商品のリンクの方、概要欄の方貼っときますので、興味のある方一度覗いてみてください。というわけで、本日はね、チキンラーメンライスを作った車中飯と、こちらね、オートヒーターファンのご紹介でした。この動画、面白いと思っていただけましたら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考までした。グッバーイ。よいしょ。